ました。これではお豆腐ぬか床ちゃん仕込んできます。お豆腐は固めの木綿がいいです。このゆきさんの木綿ダブルの、ちょっとこれ1個使ってるんだけど、ダブルの木綿は余計硬いので、正直水切りがほとんどいらないんですよね。で、私はいつもこの木綿ちゃん固めで、あのお豆腐のぬか漬けにぴったりなので、これをよく使ってます。お豆腐の、あのそのものを味わいたいのであれば、名水、あのゆきさんの名水でっかいやつとか、あの有機の、あのお豆腐がすごいお水を含んでてプルプルで美味しいんです。あのお豆腐ってすごくお水が大事なので、なのでお豆腐自体のお味を楽しみたいっていう方は絶対大きい方がいいんですけど、こういう風に加工したいなとかっていう方は、あの固めのやつがすごくいいと思います。で、ほら、開けたお豆腐なんですけど、見て、硬いでしょ。このままのぬか床につけちゃってもいいんですけど、このままつけると中心部まで味が染み込んだり、と水を抜けるのに時間がかかるので、私はちょっと切ってますね。だいたい 1,2,3,4 個に4等分ぐらいにして包んでます。ペーパーでも全然いいんですけど、さらし、すっごい使えるから、私はさらし大好きですね。あの蒸し料理とかするときもさらし負けるし、なんか冷凍ご飯とかするときもね、いいみたいですしね。このまま包んで投入ですね。さらしが大きいときは、あのちゃんと折り込んで、あのぴったりしてあげた方がいい。そうしないと、なんかいろんなとこにぬか床ついて出すととか大変なので、でこのまま入れていきます。まあ固めの豆腐と言いつつ、豆腐なので忘れて、あの激しくかき回さないようにだけね、気をつけてくださいね。でちょっと下ら辺がいいかなみたいな感じですかね。こういう向きでこうつけたら、なんか下の方がよう浸かるっていうか、まあ、結局下の方がよう浸かるじゃないですか。だからこういう風につける感じですかね。私はだいたい丸1日で浸かる感じかな。あ、でもこれはまあ季節にね、正直よりますね。夏場は結構暖かいので、暖かい、今多分ちょうどいい感じ、25から35の間で、乳酸菌も酪酸菌も酵母菌もすごいみんな仲良く、あの活動してくれてるから、なんか酸っぱくなりすぎんかったり、酪酸菌のすごいちょっとぬか床臭いみたいな、そういうのもちょっと抑えられてっていうような、感じ。ほんとお家それぞれ、お店でもぬか漬け食べれるとこあるじゃないですか。もう味全然違って、ほんと面白い。こんな感じで丸1日とか、まあつけちゃっていい感じですね。でここ周りをきれいに拭いて、で蓋していきます。ではできた豆腐のぬか漬けちゃんでカプレーゼ作っていきます。この子はもう切っちゃってるんですけど、まあ食べやすい大きさに切ってって感じなんですけど、ミニトマトが今日はできたので、トマト、普通のトマトやったらスライスがいいかなと思うんですけど、ミニトマトなんで、まあ和える系でいこうかなっていう風な感じやから、正方形みたいな、こんな感じがいいかな。ちょっと食べよう。うん、うん、うまっ。正方形で切っちゃって、こんな感じで、私はこれをあのタッパーに入れて
で、ブラックペッパー振って、でちょっとオリーブオイルと、あと自分の好きなお塩か、あの玉ねぎ麹をあえて作っちゃって、でそれで豆腐のチーズみたいな風なのを作っといて、それと和えるっていうのが、なんか常備菜というか常備豆腐によくしてるんですけど、なんかのエンバランス、いつもの野菜を鮮度すごく保つのにすっごいいいんですよね。このエンバランスちゃんにだいたい入れてって、ちなみにこれはあの湯気さんお豆腐の半丁分ですね。これをやって、これにグラペバリバリしちゃって、もうこれは好きなグラペ好きやってるか好きな人のあれによるわ。で漢方塩、私は結構ねミネラルいっぱいな漢方塩が好きなんですけど、硫黄の香りとかがあのするので、硫黄の香りしないのがいい人は姫塩とかの方がいいかも。うまみをもっとプラスしたいんやったら、玉ねぎ麹ある人は玉ねぎ麹とかもおすすめ。ぬか床に結構塩気がついてるので、お塩はまあ好みでいいですね。でうまみを入れるっていう感じで玉ねぎ麹とかを入れちゃったりとかします。でレナリのまぶして出来上がり。でこれをねこう雑に雑にこうしても硬くて、あのぬか床としても水分抜けてるからもう全然平気。いや分かんないけど、ほらあめっちゃほら美味しい感じでしょ。どうすか、おいブラペしましょうか。おいブラペして、もうほらめっちゃうま。でもあとこれとこれと和えるだけですわ。これで ちょっと可愛く飾っときましょうか。こうね、ほらこういうの一枚刃があるとね、おしゃれね。できました。これあの玉ねぎ麹にニンニク入れてる人に結構いいかと思うんですけど、ニンニクもプラスするといいかも。私はニンニクをあのお酒とお塩につけてるんで、これをちょっと刻んでやってもいいし、まあ、めんどくさい人はニンニクチューブでもいいんですけど、ニンニクもあると余計うまいっす。はい、できました。ぬか漬けチーズカプレーゼ、チーズ豆腐カプレーゼ感じ。どうすか、うん、バジルの香りがすごいいい感じ。いただきますわ。うん、もいいね、うん、玄米パスタとかに合いたいっす、うんうん、あとナッツぬか漬け、うん、うん、塩気がいいね。これナッツちっちゃすぎてぬか床で行方不明に、ね、うん、なるんでそれこそさらしとかなんか布の服とかあるといいと思いますね。年はなんかマイヌカドコ育てよ前とかそういうワークショップとかもすごいねみんなとやりたくって、私自身母がぬか床を受け継がなくなっちゃって、うちのぬか漬けの歴史、いやそんなあるか知らんけど、まあ、昔は代々おばあちゃん、このお嫁さんとかなんかそういうのでね受け継がれてたらしいんですけど、やっぱねなくなっちゃうんですよね。そんなぬか漬けやっとる今ないわ、働かないかんとか食よりもそういうの大事みたいな風なね時代になっちゃって、ぬか漬けって本当に薬、家の薬ぐらい
ね、みんなの腸内細菌をすごく良くしてくれて、ちょっと元気ない時とかそういう風なのもすごくいいのに、なくなっちゃってっていう風なので、まあ、頑張って、私は自分の作ったお米のぬかでやりたくって、でぬか床ね仕込んでっていう風で、ね、調べれば調べるほどなんかもうすごかったんですよね。大きく分けて3つの菌がいて、まあ、去年作ったぬか床お披露目とぬか床仕込みの、YouTube にもぬか床愛をねちょちょ喋ったんですけど、酪酸菌がねすごいってこと。酪酸菌って臭豆腐とぬか床にしか生きてないらしいですよ。酪酸菌、そういう菌がおるっていうか、そういう働きをする菌が、要はその酪酸菌、乳酸菌っぽい働きをするのがその乳酸菌とかなんかね、うん、その菌がおりますぜっていう風な感じじゃないと思う、うん、確かそうでした。だから私の菌のこういう働きをするのが酪酸菌っていう風やもんで、結局私の酪酸菌を育てることが大事だと思うんですよね。でその酪酸菌がやっぱり日本のぬか床には住んでて、その酪酸菌がすごいお腹の成長作用を良くしてくれるっていうのがあるんですよね。短鎖脂肪酸っていうのを出してくれたり、痩せ菌になるんですわ。ぬか床するだけでもう菌活ができるんですよね。酵母菌、乳酸菌、酪酸菌っていう3つも入っとって、まあ、大きく分けて、そういうのを混ぜるだけでもいいし、自分のついたやつペロッと舐めたら、もうそれこそ何億かのがベッド入るわけですわ。でそれだけで別につけんくっても正直つけんくってもね、腸活になるんですよね。で家族に家族おる方は家族にいろいろやってもらうのもいいかもしれん。でなんか昔の井戸端会議って漬物とかでもうなんか奥さん喋っとったらしいんですわ。今はなんかね砂糖のお菓子っていう風に、ね、なっちゃってるけど、もう昔はやっぱ手仕込み のお味噌とかぬか漬け、その漬物とかがやっぱり愛情込めて作るから、なんかちょっと自慢したじゃないですか。梅干しとかもですよきっと。でそういうのでお茶をね飲んだりとかねしとったんですよね。なんかそういうのがいいな。ぬか漬け、漬物お茶会とかね、絶対いい。私ね、お菓子を、まあ、ビーガン製作ったりはしてるんですけど、やっぱり、体がすごく負担かかっとるなっていうのを昔からの知らないうちはすごい砂糖の摂取をすごいしてたっていうのがあるので、やっぱり今になってきてすごく、出てきます。なので、砂糖とかそういうのをすごく取らないでほしいんですよね、できれば。で、まあ、お塩とか漬物、そういった日本の伝統の食をすごい大事にしてて、で、まあ、死ぬまでピンピンで元気に、好きなことねやりたいなと思います。豆腐ぬか漬け、あめっちゃおすすめ。ではありがとうございます。